ますます腕を上げたな。マシュリー様こそぜひとも剣道に欲しい逸材。世辞も上手くなったな。なんだあの二人は。剣道の一番剣に被験するほどの腕とはな。なるほど、大言を吐くお姫様ではないわけか。どうしたエルデ殿、遠慮などはいらんぞ。久々に血が騒ぐぞ。王ではなく戦士としての血が。ならば共闘と行こうではないか。あれを見よ。盗賊のお出ましか。こやつがこたびの襲撃の首謀者というわけだな。モント様、油断禁物だよ。リリシュ、あの賊どもの盗賊、なかなかの手だれだね。わかった。モントよ、行くぞ。ディオニスの第一王子として見事武功を挙げてみよう。はい。ほう、ではわらわを守ってくれるわけか、この悪党どもから。どうした、もう臆したか。守る、絶対に君を守ってみせるさ。わらわ欲しいのか。え、それともまだそなたに貸したままになっているが、古代の遺物が望みか。古代の遺物なんかに興味はない。わらわは弱い者には興味がない。欲しければ力ずくで奪え。わらわがそなたを忘れてしまうその前にな。戦い抜く覚悟はできている。しっかり。援護感謝する。蹂躙する。まだまだこの剣の露としてくれる。みんなは僕が守ってみせる。まだまだ。総員戦闘開始。敵を殲滅するのだ。血を見るのは苦手ですが、始めますか。覚悟。全力で行く。
の数でもダメなのか。こいつら化け物だ。追撃するよ。もう飽きた。どうして賊を滅ぼす絶好の機会なのに。疲れた。わらわはそう申しておるのだ。雨に濡れて体は冷え、不必要に長引いた戦のせいで足は棒のようじゃ。いいのかい、賊をこのままにしておけば。知ったことではない。わらわはオルン国の姫君であるぞ。これがリオニスのもてなしか。では引き上げることにするか。せいぜい仮初めの勝利に酔いしれているがよい。これで終わりなどではない。ここからが始まりなのだ。ここを北へ行けばフェネス領へと入れます。リオニスのもてなしは無用だと。エルデ殿には心から感謝している。しかし。いや、皆まで言う必要はない。我がリオニスはフェネスとは敵対関係にある。マシュリー殿がフェネスへと嫁げば我らの関係も壊れることとなる。となれば。何をしているのだ。互いに剣を収めよ。マシュリー様、やはりお疲れのようですね。どういうことじゃ。この気配に気づかぬとはな。魔物だ。戦い抜く覚悟はできている。蹂躙する。はっ。この剣の露としてくれる。総員戦闘開始。敵を殲滅するのだ。みんなは僕が守ってみせる。血を見るのは苦手ですが、始めますか。エルデ殿、信じてよいのですか。シュゼルト。私の使命は
マシュリー様を無事にフェネスへとお送りすること。そのためならば無礼者とのそしりも喜んで受けよう。もうよい。わらわはフェネスへと向かうつもりはないぞ。マシュリー様、ではムラガ様との婚礼の儀は。そなすうす気づいておろう。こたびの襲撃、何かがおかしい。はい。エルデ殿、わらわはリオニス城を見てみたい。ご招待いただけるか。承知した。では獅子城と名高き我らが居城、ご覧に入れよう。マシュリーがフェネスに嫁がなければ、ホルンとフェネスの同盟は。いえ、破棄されることはありません。どうして。フェネスの王ムラガ様の姫君が半月ほど前に。まさか王子ダリオ殿のもとへ嫁いだと。はい。妙な話だな。ムラガに娘がいるとは聞いたことがない。なかなか興味深い話だ。マシュリー様、このような話を迂闊に信じるわけには。僕たちは嘘なんかつかない。しかしすでにヴィネラ様はホルンに。ムラガ、一体何を企んでいる。抜く覚悟はできている。仕切り直しだ。蹂躙する。まだまだこの剣の露としてくれる。総員戦闘開始。敵を殲滅するのだ。みんなは僕が守ってみせる。血を見るのは苦手ですが、始めますか。よっ。しっかりするんだ。まだまだ力を。僕は引かない。
上出来だな。どうしたシュゼルト、これ以上エルデ殿を待たせては。どうにも納得がいきません。ムラガに娘などいない、そのことか。ムラガ様がホルンを欺く理由など思い当たらないのです。いずれムラガは我らホルンを裏切るつもりなのかもしれぬな。まさかそんな。わらわを人質に取ればホルンを飲み込むのもたやすい。それでも納得できぬか。では戦国の賊どもは一体どこの手の者なのでしょう。エルデ殿の口ぶりだと賊を手配したのはムラガ様、マシュリー様を人質に、あるいは亡き者にしようと画策するならば賊をけしかける必要などないはず。確かにその通りじゃ。だがこのままホルンへと引き返す気にもなれん。エルデ殿はともかく、モントという男はそこまで悪人ではなかろう。承知いたしました。マシュリー様がそこまでおっしゃるのでした。シュゼルト、苦労をかけるな。もったいなきお言葉。約束しよう。この先何があろうとも、そなたは無事に国に帰す。ナイヤとの婚礼も近いのだろう。3日後に。幸せになれ。もう十分に。ならば、もっと幸せになれ。必ず。では行こう。あまり待たせては礼を失する。この森を抜ければリオニス城が見えてくるらしいが。休憩しよう。蹂躙する。この剣も露としてくれる。総員戦闘開始。敵を殲滅するのだ。みんなは僕が守ってみせる。みんなは僕が守ってみせる。血を見るのは苦手ですが、始めますか。Yep.
たか。上出来だな。これで一旦ちょっと休憩します。眠たくなってきた。それではまたね。